夢ラジオ第723回、今日は平成29年9月3日日曜日です。時刻は午後11時、もうすぐ真夜中ですね。日曜日の夜、だいぶ更けてきました。横浜港北の町、もう眠りについていますね。そんな横浜港北見ながらの放送です。今夜も夜景は綺麗ですよ。あと西の空にはさっきまで月が綺麗に出てたんですが、ちょっと雲が出てきて、その雲の向こうに今月が隠れていますね。ただし雲も動いていますから、雲の切れ目から月がちょっと顔を出したり出さなかったり。昨日から月がとっても綺麗で、もう少ししたら満月ですね。この月齢だと月が綺麗な季節、楽しみですね。あと1週間くらいでしょうか。さて、723回目の夢ラジオ、今回は帝国陸軍の軍人牛島満取り上げます。牛島満さんですね。沖縄の戦いを勉強すれば、その司令官第32軍でしたから、第32軍司令官牛島中将のことは、まあ嫌でも学ぶことになりますね。別に沖縄の戦いがどうのこうのでないとしても、まあ観光で沖縄を訪れ、そしてマブニの丘あたり見て回れば、やはり牛島中将の名前を聞くことになります。その牛島満さん、今回のテーマです。鹿児島の人です。陸士20機、陸大にも行ってますね。その中国大陸での武勇とどろかせました。支那事変起きたのが昭和12年、1937年ですね。で、その同じ年、上海にも戦いが飛び火、まあ、第二次上海事変。そして最初は北支だけの戦いだったのが、中支南支、中国大陸全体に広がっていった。その昭和12年の戦い、まあ、この年の暮れに南京攻略があるわけですが、この中国大陸での戦いで牛島、この時は大佐でしたか少将でしたか、牛島旅団っていうのを率いたんですね。牛島旅団、旅団っていうのは移動する師団
ああ、でも師団といっても、一個師団の師団よりはもっともっと単位は小さいんですよ。南京攻略にも戦功を挙げて、ですから当時の信濃派遣軍の司令官岡村安次さん、岡村安次大将からも感情をもらってますね。牛島旅団長。やがて中国大陸での戦いが一段落し、牛島内地に戻ってきて、なんか教育者になりますね。陸軍の予科士官学校とか、富山学校の陸軍富山学校の校長とか、そして陸軍士官学校の校長にもなります。この時はもう中将でしたね。牛島中将、戦場では非常に勇猛果敢な戦いぶり、命知らずの牛島中将でしたが、普段の生活では非常に温厚、ニコニコする笑顔が絶えない。そして部下に任せるタイプ。自分は「と聞くだけの、まあそんな牛島が陸士の校長として、ですからこのままここでもう予備役っていう、そういう陸軍人生もありえたでしょう。あ、もう大東亜戦争始まってますよ。アメリカとの戦争始まってますが、陸士の校長あたりで牛島がね、陸軍人生を終えると、予備役になると、中将止まりかもしれませんが、けれどやがて押しまくられる大東亜戦争の戦局、沖縄の戦い、ここに第32軍司令官として陸士の校長やってた牛島さん、抜擢っていうんでしょうか、こんな死ぬと分かっているような戦場。沖縄の戦いの日本側最高司令官は牛島中将、牛島司令官と言っておきますね。部下には長勇参謀長、そして柳原博通高級参謀、これは大佐でしたね、柳原さんは。沖縄の戦いを実質取り仕切ったのは柳原大佐です。牛島司令官も長参謀長も柳原の立てた作戦を、まあ追認する。今日は牛島司令官テーマのお話ですから、沖縄の戦いで一個師団を引き抜かれて持久戦を余儀なくされた、そういうね、ですから持久戦としては沖縄本島の内部にまで誘い込んで誘い込んで撃滅する作戦だったという、そのあたりは以前お話ししましたね、柳原博通の回で。長勇の回で、司令官牛島の回ですから、もっと別なお話、すなわち
なぜあれほどの民間人の犠牲出たか。沖縄でね。なぜあれほどの民間人の犠牲出たか。しかも、あまり知られていないんですけど、沖縄における民間人、つまり沖縄県民の、被害というのは、戦死ですね。戦死っていうのは、実は沖縄戦ももう終わりかけた6月に入ってから累増してるんですよ。もうほとんど負けが確定した6月に入ってから累増する県民の戦死、あれは一体どういうことか、そこに牛島司令官はどういう責任を持ったのか。例えば、硫黄島、人数も少なかったということもありますが、民間人いたはいたんですよ。けれど、栗林中将が、戦いが始まる前にいち早く民間人は避難させ、要するに軍人だけしかいない戦場にしました。当然、沖縄でもそうしようということになったんです。サイパンでは、沖縄ほどでないにせよ、やはり民間人が巻き込まれ、戦闘にね、そして多くの戦死者が出ました。それを繰り返してはならない。これは沖縄の戦い始まる前の32軍司令部でも共有された考え。パッと考えるのは本土に逃がそう。けれど、じゃあ例えば学童からといって本土に逃がそうとした対馬丸、ご存知ありませんか？対馬丸。その対馬丸がアメリカの潜水艦にやられて沈み、その学童が何人乗っていたんでしたっけ？1000人以上じゃなかったかな。数百人、あるいは1000人以上の学童が対馬丸で遭難する。対馬丸の遭難。遭難と言うけど、潜水艦に魚雷撃たれて沈んだんですよ。明らかに民間船とわかる、その対馬丸を。そうなんです。アメリカはそういう戦いをしてるんですよ。民間人の上にね、焼夷弾をばらまき、原爆も落とし、そして潜水艦で民間人の乗ってるね、その船も民間船も撃沈と。ですから、対馬丸の遭難、あれでやはり沖縄から移すのは無理だと。では最初から戦いの場所にならないと思われていた沖縄本島北部、沖縄本島北部に住民を移そう。これは真剣に考えられ、実行もされたんですが、あんまり行かなかったんですね、県民が。軍にそう言われても。なぜかというと、沖縄のこの時点における北部っていうのは食料がまずない。食料の備蓄がない。そういうところに移動させられたら、どうやってそもそも食べていくんだと。県民は本能的に軍と一緒にいた方がいい、こう思ったんですね。軍と一緒にいた方がいいと。軍と一緒にいれば、守ってもらえる。そして食料がある。ですから結局民間人の移動というのも、ままならず、その民間人が暮らしたその沖縄本島で戦闘が始まった。牛島司令官としてもどうすることもできなかったとは言えるでしょう。ところが、一個師団を引き抜かれて持久戦しかないからと、柳原大佐が立てた作戦、それは沖縄本島の内部へアメリカ軍を誘い込んで一気に叩く。
ところがその作戦を実行していたら、大本営から特選32軍は何をやってるんだと、臆病なのかと、空ではね、鹿児島の基地から飛び立った航空特攻が敵の艦船に突っ込んでいる時、陸で何やってるんだと。結局その特戦に負けて長参謀長が5月ですが、大規模な反攻決定、柳原大佐はあと1週間、あと1週間で当初決めた地点にアメリカ軍が到達するから、その時に大撤退を、当初の通り、作戦通り、けれど長参謀長もう待てん。牛島司令官、この時にもそのいきり立ってる長参謀長の意見を入れて、5月4日ですね、大反攻。ところが反撃をすれば我が方の位置もバレ、兵力の数もバレ、そして反攻しようと思えば地上にも出なきゃいけなくなりますね。これで一瞬アメリカ軍はひるみましたが、明確な目標ができ、この反攻で32軍の兵力半分になりましたよ。大失敗。柳原大佐が考えた通り、持久戦に徹するべきだった。その失敗は、まあ司令官ならすぐに分かりますから、結局牛島司令官反攻も中止、元の柳原大佐の作戦に戻るけれども、30若かったのね、32軍の兵力は半分に。こうなってはもう島南部に下がらざるを得ない、つまり首里司令部を捨てて島の南部に。ここからなんですよ。司令部が首里にあったのが南に移ったと、南に移るんだと。その南に移る時に大反攻をやって、兵力がガタベリし、この時に住民も沖縄県民も軍と一緒に南下したんですよ。これでそのさっき今回の放送の冒頭でお話した沖縄戦の6月になってから県民の被害が累増、ここに原因があるんです。県民が軍と一緒に南下しちゃった。で、南にはそもそも食料がない、隠れるところも少ない。で、なんで行ったんですか、民間人は。いや、軍と一緒の方が安全だろうと。まあ、それ以前にアメリカ兵が何してくるかわからないっていう恐怖もありました。もちろん日本側のね、教育、生きて旅愁の辱めを受けず、これは軍人向けだったはずなんですけど、いつの間にか民間人にもそれが適用されて、生きて旅愁の辱めを受けず、つまりアメリカ軍に投降するくらいなら自分で死んどけみたいな集団自決がありましたね、沖縄でも。やがて6月も末、摩文仁ですね、その手前までアメリカ軍が来、そしてもはやこれまでと。海軍の少将だった太田稔少将、沖縄県民よく戦えり、後世格別のご後輩あらんこと、
沖縄県民がそれこそ命を捨てて、若者から娘さんから協力してくれたこの戦い、今時の戦いにね、その県民に報いるためにも、後世中央から恩返しをしてほしい。この言葉は牛島司令官の言葉でもあったでしょう。牛島さんからはその陸軍中央に向けて何かの打電があったわけではありませんが、太田少将海軍のね、彼がこの電報を打つ、当然牛島司令官はその内容を見たはずで、よしこれでいいと、私の気持ちもこうだと。牛島司令官長参謀長は自決。ここで6月24日でしたね。ここで沖縄の戦い、4月1日から始まった戦いが終了。6月の県民の被害はあまりにも悲惨でしたね。その沖縄の戦いで亡くなった県民一人一人の名前が、摩文仁のあの丘にある慰霊塔ですか、あそこに刻み込まれているようですね。私は行ったことがありません。沖縄には何度も行ってはいるんですが、あの摩文仁のあの場所には一度も行くことなかったですね。牛島中将、その評価は二分され、戦闘という点だけから見ると沖縄の戦いはなんだかんだ言ってアメリカに出血を与え、3ヶ月近く自給し、アメリカ軍もあの沖縄の戦いで数万人単位で死んでますね。何人ぐらいだったでしょうか。沖縄の戦いでのアメリカ軍の死傷者は5万人ぐらいいったんじゃなかったでしょうか。バックナー中将が司令官だったんですが、そのバックナー中将も沖縄の戦いの最後で狙撃兵に撃たれて死亡。大東亜戦争中、そのアメリカの司令官が戦死したのはこの時だけです。ですから純粋に戦闘という点では牛島中将、日本側からも、そしてアメリカ側からも評価されてるんですよ。つまり硫黄島の栗林、沖縄の牛島、こんな感じでね。ところが日本側から見た場合、どうしても放送の中で強調しておいた民間人の戦闘への巻き込み、この責任がやっぱり問われますね。特に戦争末期、つまり6月における県民の被害累増、この責任はやはり最高責任者だった牛島司令官にある、そう言わねばなりませんね。ですからどうなんでしょう、もうここのとこ全然沖縄には行っていないし、最近はあんまり行く気もならないんですが、沖縄の教育でこの牛島満は必ず習うでしょうから、この牛島司令官をどのように沖縄の子供たちは学校で教わってるんでしょうね。ひょっとしたら極悪非道な沖縄県民を押さえつけた、そして集団自決を強要した、そんな最高責任者みたいに習ってるんじゃないかな。そうでなければいいんですけれどね。
723回目の夢ラジオ。もうじき真夜中ですね。帝国陸軍の軍人牛島満中将を取り上げました。今日の夢ラジオの放送はこれで終わりです。おやすみなさい。